スノーマン、深澤達也、まさかのウェディングドレス姿が好評今日からラブリーマンで女装姿を披露現在放送中のドラマ今日からヒットマンの公式インスタグラムが23日に更新された。今日からヒットマン第5話明日夜11時15分のメッセージと共に公開されたのは出演者のオフショット。スノーマン、深澤達也と 勝村正信のツーショットで、まさかの女装で、ウェディングドレスを披露している深沢。横に並ぶ勝村もカツラをかぶっていて、仲良く腕を組む二人。今日から、ヒットマンのスピンオフドラマ、今日から、ラブリーマンで主演を務めている深沢。その庭では深沢演じる山本が妄想するシーンが登場し、なぜか、女装や、ウェディングドレス姿に。本編もコメディではあるが、 その斜め上を行くコミカルな展開が話題を呼びそうだ。